The Night Romantic Groove with DJ Onishi. DJ の大西たがみです。一番最初の言い出しっぺはアーバンナイトやってる西崎慎太郎しんちゃんがもうせっかくだったら大西さんのなんか番組のコンピを作らないかっていう話を持ってきてくれて、あ、じゃあいいんじゃないっていうことで第一弾が制作に入ったわけなんですね。通常ですとコンピレーションって言っても曲だけが入ってるんですけど、今回はもうラジオっぽくっていうことでアルバムの構成としては僕のナレーションプラス選曲した楽曲をっていうことになりました。はい、このアルバムのコンセプトなんですが、まずタイトル通りウィークエンドクルージンっていう通り、まあ番組が月金でありまして、生放送がで週末番組がない時にぜひこの CD で番組の雰囲気を楽しんでほしいなっていうことでウィークエンドクルージンっていうタイトルにしました。でこちらの第2弾の方はスイートエクスペリエンス、これスイートっていうのは別に甘いっていうわけじゃなくてスイートルームとかのスイートになるんですね。でスイートエクスペリエンスだからホテルに泊まってるような感覚で心地よくリラックスして聴いてほしいっていう、そのニュアンスでタイトルを決めました。で第3弾のロマンティックグルーヴはまさにロマンティックグルーヴです。はい、どの曲もとにかく聴いてほしいんですけども、でやっぱり印象的なのはこのスタジオに実際来てくれたアーティストの楽曲をここに収録できたっていうことがすごく嬉しくて、例えば1枚目だとマイクチャンピオンっていうシンガーがいるんですけど、これオーストラリアのアーティストなんですけど、このマイクチャンピオンの楽曲をどうしても僕入れたかったんで、そしたらいい楽曲がまたエクスペリエンスっていう曲があって、これがまたむちゃくちゃかっこいいんですよ。だからマイクがねこのスタジオに来てんで、彼はねすごい面白い人物で、その東京に来て一番何がしたかったかって言ったら買い物なんですよ。竹下通りで何を買うのっていう感じだったんだけど、なんかスニーカーとかおしゃれなそのアーティストというかよくミュージシャンが着るようなジャンパーとかあるんですけど、ああいうのを嬉しそうに買い物して、番組でよく取り上げさせてもらってるのは、ジェイソン・ホリデーっていう、このジェイソン・ハリデーっていうアーティストの楽曲、多分日本ではあんまり知られてないんですけど、ジェイソンの作ってる楽曲は結構ねメジャーな方が歌ってることもあるんで、ちょっと検索していただくと嬉しいかなと思うんですけど、であとケイジャムっていうアーティストがいるんですけど、そのケイジャムの、彼は BG とかそういうインストゥルメンタル作るのがすごく得意な方で、で今回そのケイジャムの楽曲も含めてコンピレーションで紹介させてもらいました。おにしい。It's a night.